はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間、足ボリンジャーバンのゲラクトレンド進行中、一目金、好表売りバイアス、強し、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、4時間、足ベースは上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、4時間シボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21本、移動平均線下落しております。4時間シボリンジャーバンド、下落トレンド進行中です。はい、4時間シストキャスティックス、売りシグナルが点灯しております。 はい、こちら4時間足1目均衡表です。ローソカシと雲の位置関係から明確なトレンドは出ておりませんが、ローソカシはといいますと、サポートラインとしてワしておりました、雲の加減転換線下抜けして推移ということで、はい、4時間足1目均衡表明確なトレンドは出ておりませんが、売りバイアスが発生ということです。 はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい。サポートラインは91円ちょうどレベル。91円ちょうどレベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは92円ちょうどレベル。92円ちょうどレベルと考えております。 はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、91円ちょうどレベルか、92円ちょうどレベル、91円ちょうどレベルか、92円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、下落トレンド進行中、上値重しということで、はい、4時間市、ウォリンジャーバンド、下落トレンド進行中、4時間市、一目均衡表、明確なトレンドは出ておりませんが、売りバイアス発生、4時間市、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、オーストラリアドル円ン、本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。 はい、右の罠のチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。ガイタメドトコ欄ではチームハロンズの YouTube 視聴者向けに講座解説キャンペーンを行っております。詳細は概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。